来たよ、ついに。来たよ、ついに届いたよ。あれがついに届いた。早速開けていきたいと思います。さあ、ということでカッターの刃をちょっとだけ出してね。あ、じゃあシールよいしょ。よし、でこっちも OK、 開いた。さあ、オープン。おー、すごい。さあ、ということでね、今日はライオンズのね、オンラインストアにグッズを新たに輸入してまいりました。本日はその紹介をしていきたいなというふうに思います。 OK。 さあ、まずですね、どれから紹介していこうかな。とりあえず帽子から紹介しますか。はい、こちらライオンズの赤獅子、円獅子ユニフォームの帽子でございます。これサイズ、俺何買ったんだっけ、 XL か、フリーサイズがね、売り切れてたんですよ。フリーサイズが売り切れてて、あの XL のやつ買いました。あ、かぶれるんでしょ。あー、全然かぶれる。ちょっと緩いけど全然かぶれる。あー、いいね。この赤がいいっすね。ちょっとこのマジェスティックのこのシール剥がしましょうか。さあ、おー、いいね。円獅子の赤いいっすね。この赤の帽子かっこいいっすよね。さすがマジェスティックさんです。さあ、で1点目はこの円獅子のキャップと、で次私がご購入させていただいたのは、ほとんどねシャツなんですけど、ほとんどシャツで、今回とりあえず円獅子の T シャツちょっと買いました。いいですね、この赤非常にいいっすね。これも着たいな、これ。普段着たいわ、本当に。この赤いライオンズの T シャツとか持ってなかったから、本当に。いやー、まずいいね、赤い。で、今回買わせていただいた選手の T シャツはこちらでございます。イエーイ、源田たまらん。よっしゃ、はい、初めてね、源田グッズを買いました。あ、まあでも源田のね、タオルはもともと買ってたんだけど、その前にこっちをね、注文してたんで、はい、第1号はこれです。はい、ゲンダーの T シャツ、いいっすね。なんかこれだけ見ると広島カープだよね。本当にこれどかしたらのけて、これこうやったら広島カープだよ。広島じゃん、本当にね。いいっすね、赤のライオンズの T シャツってかっこいい。こちらのゲンダーのねシャツを買いました。さあ、続いてこっちもね、円獅子のシャツをね、こっちも買いました。別バージョンです。こちらがですね、円獅子 T シャツ、ライオンズ L、 でっかく L マークが入ってます。はい、いいっすね。これね、あれなんですよ、円獅子ユニフォーム着てる期間の時にベンチスタッフが着てたシャツなんですけど、いいっすね、これ。このあれだよね、このデザインがいいよね、この燃えてる感じ、この燃えてる感じがすごくいい。通訳の人とかね、松下記録員とかがね、このシャツ着てましたけれども、いやー、非常にこのシャツ、これも日々の日常に着ていきたいと思います。はい、いいね、かっこいい。円獅子ユニフォームはもうこれで、で今日ね、今日じゃねえよ、昨日届いたんですけど、この箱がね、で結構時間がかかったんですよ。で、なんでかかったかっていうと、今回受注系のやつを2個買いました。でね、どうしても欲しくてね、2個買っちゃいました。で、何を買ったかというと、プレイヤーズ T シャツ、こちらでございますね。はい、このパシフィック、いいですね、マジェスティックプレイヤーズ T シャツ、これが欲しかったね。このマリーンズデザインのね、このパシフィックユニフォームじゃねえよ、シャツ、いいですね、これが本当に欲しかった。で、もちろん今回オールスターに選ばれた選手のが販売されてるんで、僕は大好きなマキアンを選びました。35番、なんだかんだで、でもマキアンのグッズ持ってなかったんで、
いや、非常に嬉しいでございます。はい、嬉しいでございますってなんだよ。いいっすね、このオールスターのシャツも黒でね、ね、これもまた着ていきたいなというふうに思います。で、こちら、背番号3、浅村キャプテンのやつを買いました。いやー、かっこいい、黒いいね。マリーンズですけれども、素晴らしいと思いますよ、本当に。キャプテン背番号3ね、背番号3ですよ。この人から引き継いだこの背番号、できればね、いい記憶に残る成績をね、収めてほしいなと思います。ぜひとも歴代の背番号3の選手をね、超えるいい選手になってほしいなというふうに思います。てな感じでですね、はい、カシャカシャうるさくてすいません。てな感じで今回買ったやつをね、並べていきますけど、はい、こんな感じです、はい、シャツがオールスターゲームのパシフィック代表のシャツ2枚、浅村選手と牧田選手のシャツ、そして NGC T シャツ、これと NGC のシャツ、メッシュタイプですね。でもこれあんま T シャツとして着るタイプじゃないな、これ。結構メッシュなやつなんですけど、わかんねえか、このこれじゃわかんねえな、さすがに iPad のインカメじゃわかんねえよな。とりあえずメッシュです。はい、なんかあんま T シャツ、日頃着る T シャツとかじゃないですね。この NGC のジェンダーシャツを購入しました。はい、で、あと最後に NGC キャップも手に入れました。はい、これでまたあそこに並ぶものが増えますか。はい、あ、帽子こっちか、帽子こっちなんだけど、帽子はこっちにあるんだけど、かいこのねキャップもすごくいいじゃないですか。で、ちょっとね、試着をね、してもらいましょうか、この方にね、この方に着ていただきましょう。着るつくかぶってもらいましょう。はい、こんな感じです。はい、非常にね、いいですね。ちょっとでかいね、ただちょっとでかいから、つばがね、ちょっとでかいんだけれども、いいじゃないですか。こんな感じで今回は終わりたいなというふうに思います。はい、というわけでですね、なんかレビュー動画みたいになったけど、あんまね、レビューとかやるタイプの人間じゃないんでね、まあ、こうやってグッズ買ったときはね、こうやってご紹介していきたいなというふうに思います。はい、ということで、以上、ライオンズストアで新たに購入しました NGC T シャツ、そして、キャップ、そしてオールパシフィックオールスターの、T シャツ2枚、プレイヤーズ T シャツ2枚、購入しました。はい、ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。ぜひ動画の評価ね、高評価低評価をどちらかを押していただいて、この動画の評価と、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで以上、りょうでした。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。 See you in this movie。 これじゃ完全にパクリだね、これパクリだ。